わかり間違えば自分の子供を車の下敷きにしていたかもしれないその大難を湘南にしていただいて始めた手紙の日産その体験から日産の大切さをお説きくださるのは天理教文教会長曽谷芳樹先生です皆さんこんにちは「陽気チャンネル」ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 えー、今日は、私の話は、毎日の、毎日参ると書いて、日産について申し上げたいと思います。ほとんどの方が、遊牧の方と聞かせていただきますので、わかりやすく、毎日、教会に参らせていただくという日産について、ご説明させていただきたいと思います。天理教、教典、 第8章「道すがら」の中に欲を忘れて信仰のままに喜び悼んでことにあたるならばそれはことごとく火の苦心である火の苦心は一時の行為ではなく日常の絶えざる喜びの行いであるとあります その日々の喜びの活動の一つとして日産というのがあります日産にもいろいろな形がございます自ら足を運ぶことができる参拝することができる日産そしてお勤めお勤めさせていただいたり教会の日の起信をさせていただくなどの 実際に足を運ぶという日産があります。もう一つは、足を運びたいんだけれども、なかなか運び、運べないという方々は、はがきや手紙、そして電話、メール、LINE などで、一日の報告をさせていただいたり、なんかことがあれば事前に、 連絡をさせてもらったり、そして悩み事があれば、奥さん聞いてください、会長さん聞いてください、ということでご相談申し上げるという日産の仕方がございます。ちっぽけな教会でありますけれども、今の私どもの教会の毎日の動きを参考に申し上げたいと思います。毎朝8時、 30分から、もう20年近くになりますけれども、十二下りのお願い一めをさせていただいておりますが、それに合わせて参拝される方、女なりものなどの練習をされる方、トイレ掃除や周辺の草引き、 ゴミ拾いの日のシンをしてくださる方。午後の神殿掃除に間に合うように参拝される方。夕勤めに参拝される方。また、時間を作って参拝される方。そして、メールや電話で日産される方など、様々、住人トイロであります。 私、教会長である私は今、現在は上級教会に手紙で日産をさせていただいております。家内は毎朝上級の奥様に電話で今日も一日よろしくお願いします。昨日何,が何々がありましたという報告とともによろしくお願いいたしますということで電話で日産をさせていただいております。それでは、 会長就任、私は、今年、平成3年6月に、教会長の理のお許しをいただいて以来、今年令和3年6月で、丸30年を迎えましたが、当時、所属の方々で日産されるという方は、皆無でありまして、ただ一人、 タケイのおばあちゃんが5分ほど離れたところから自転車で日産されるという状態でありました。そしてその頃、上級教会では2年後、すなわち平成5年10月に迎えます。教会創立100周年記念祭に向かう成人目標、すなわち 要牧は教会へ、また部内教会は上級教会へ日産させていただこうという活動のさなかでありました。しかし私は自分の教会、自教会と上級教会は剣をまたいで110キロほどありますので、それを理由として心の中では そんなこと言われても、とても実行は難しいな、と打ち消してしまっておりました。教会長の私がそんな消極的な姿勢でありましたので、信者さんや部内の会社さん方も右に習いで、自ら名乗り出て日産させていただきますという方はありませんでした。それは当然のことでした。 そのような、悶々とした気持ちで、ずるずると2年が経ち、平成5年9月となり、いよいよ創立100周年記念祭があと1ヶ月と迫る、迫り来るときに、私たち夫婦にとりまして、今まで味わう、味わうことができなかった、大きな大きな節を見せていただいたのであります。 それは、平成9年9月2日の午後に起こりました。その日、私たちは、6歳の長女、頭に、次女、長男、三女の年後4人に加えて、1年相手生まれました1歳7ヶ月の4女の計7人で、買い物がありまして外出をして、 帰ってきて、玄関前にワゴン車を横付けをいたしました。買い物の荷物と5人の子供を玄関、玄関の中に送り届けて、引き戸である玄関の戸を閉めて、私は玄関から運転席へ戻り、50メーターほど 後部に、後ろにあります、駐車場に向かって、発進をいたしました。ところが、カタカタカタと車のそこ、そこで何か引っかかった音がしますので、車と車のこの長さほどバックいたしました。そして、そ,その邪魔になる、引っかかったようなものを覗こうと思って運転席から出て、 出ました。その、まさにその瞬間、私の四女、一歳七ヶ月の四女は、前から血が、血を流して、泣きじゃくって出てまいりました。これを再現フィルムにいたします。中で上の子供たちが喧嘩をして、そして家内が玄関の中で眺めようと思って、仲裁に入りました。 その間に一番下の一歳七ヶ月の四条が何を思ったのか知らないけれども玄関、引き戸の玄関をポーっと開けてですね、出てまいりまして、そして後ろの後部、ワゴン車の後部に回りました。ここですね、タイヤとタイヤの間に入ったわけであります。 その時にまさにその瞬間私は運転席からバックいたしました。そして下に下敷きになってくの字に曲がった娘が前から出てきたわけであります。私自身一体何が起こったのかと呆然となりました。 私は完全に5人の子供を送り届けたと思い込んでますから運転席に回った時に後ろのこのミラーの下を確認することなく出ました。それでこの3時であります。その泣きじゃくる子供の泣き声を聞いてようやく気がついて家内が 出て号泣ししながら抱き上げてましたそしてそこから救急病院へすぐ車を走らせて診察の結果おかげ幸いにも軽症ということでありました。私たち夫婦にとってまさに背筋に 戦列が走るような衝撃を受けた事故でありましたが、考えれば考えるほど大難となるところを湘南にとどめていただいたというありがたさとともに、まかり間違えば、我が娘を引き殺した父親として、刑法によって処罰されることとなったなら、上級の100周年、 記念祭のこの成人の主に、私どもの教会は取り返しのつかないほどの汚点を作ってしまう結果となってしまったのだろうと、思案いたしますと、この不死は、私たち夫婦の心の成人を強く促される親神様の深い深い親心の現れと、心から喜ばせていただき、 その日の夜、夫婦で話し合いをいたしました。上級の百周年記念祭への日産という提唱を、距離的なことを理由に、親の利を受け流していたな。この事故の姿は、まさしく、親に近づく努力をおこたわり、 逆にバックして遠ざかろうとしていた姿そのものであって、その結果子供を倒してしまうという不をお見せいただいたのだと気づかせていただいたのであります。手紙日産、なんとか手紙にでもさせてもらおうという心を定めて、その夜から私は 今日の日の出来事を詳しくしたためて、これまでの反省に加えて、これからはせめて日産で手紙でなりとも親の思いに近づかせていただくために日産を始めさせていただきます。これまで踏み切れなかったことを心からお詫び申し上げます。という内容とともに、日日のりを添えての日産手紙が始まりました。 三日暮ら歌、よくだりめ二つに、二人の心を収めいよ、何かのことをも現れるとあります。私たち夫婦の手紙日産の心定めが、種、縄ろとなり、その後少しずつではありますが、日産される方が増えてまいりました。日日のりのお供えだけでなく、 野菜、魚、肉、卵など、食料品、油、味噌、醤油などの調味料、それにトイレットペーパー、ティッシュ、洗剤に至るまで、日産される方が、教会にはこれが足りないなぁと思われるものを、日 進んで、運んでくださるようになってまいりました。本当にありがたいことであります。平成5年9月から始めさせていただいた手紙日産も、今年、令和3年9月で、丸28年となります。この長い長い年月の間には、 平成9年3月11日に発生した教会全焼と子供二人の出直しという未曽有の大きな節をはじめとして数々の節をお見せいただきましたがこの声がたき節々をも乗り越え現在の結構な姿をお見せいただいておりますのも 親の恋を頼りに続けさせていただきました上級教会への手紙日産のおかげと試案させていただいております。28年間の手紙の便箋の枚数は約9700枚に上り、重ねますと約1メーターほどになります。おふる先に試案して 心定めてついて来い。末は頼もしい道があるぞや。とあります。令和元年7月、95歳で大勢の家族たちに見守られながら、教会で素晴らしい出直しをさせていただきました母は、生前、私は自分の教会のことよりも上級の 教会のことばかり考えて通ってきたのや、と周囲の人々に語り伝えていました。日日のりとは、今は主に教会への毎日運ぶお金のお供えのことだけのように思われますが、それではだけではなく、先ほどの母の言葉のように、教会や上級教会へ、ご恩奉法の心で、 心をしっかり繋いでいくこと。そして、人を助ける誠の心を種として、真実の種まきをさせていただくことで、それが日々次々年々に積み重なり、尊い伏せ込み、得積みとなるとお教えいただくのであります。最後に、千葉大教会初代会長、 梅谷白兵衛先生の覚書の中の一節を紹介し、終わりとさせていただきます。この道は天然の道、自然の道である。神は薄いが、千枚、二千枚重ね合わすれば、矢玉も槍も通らぬもの。ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。